より小さいジュガファースト QTC 地区2日目22日山陽ゴルフクラブ岡山県6450ヤードパー72基調藤田光と三浦桃香の2ショット写真来季の出場権をかけた国内女子ツアージュガのファースト QT 全3地区岡山県での C 地区では第2ラウンドが終了し日賀真美子が佐伯茜と並びトータル4アンダー首位に立っている トータル3アンダー3位タイに藤田光、池がやるな、成沢由美。トータル2アンダー6位には中村かのが続いた。今年のプロテストに合格した上久保美咲と菅風川はトータル1オーバー19位タイ。同じくプロテスト突破組の横優ユナはトータル3オーバー、31位タイにつけた。プロキャディーの栗永漁師との結婚、出産を経てツアー復帰を目指す浅井咲は74。 と伸ばせず。トータル6オーバー、52位タイで2日目を終えた。ファーストキューティーは4日間72ホールのストロークプレー C 地区からは上位23人、順位がタイの場合は最終ラウンドのカウントバック。が今月28日から静岡県、葛城ゴルフクラブウガリシーで行われる最終キューティーへ進出する。